なんか今日めっちゃ鼻がムズムズする。まあ夜になって急になんですけどね。さっきから急に鼻がムズムズしだして。めっちゃ鼻がムズムズする。本当ありがとう。そう、今日はバブルで初めてカラオケのやつ、なんか動画送ってみました。初めてですね。初めてはそうだ、じゃん、ある、かわいい。うわ、リップがついてるわ。かわいいな、めっちゃ。ヨガのバブ、バブです。かわいい。もうこれお腹にね、なんか入れないとこのぺったんこなんですよね。かわいいでしょ。なんかね、もう愛着湧きすぎて、今ではもうラブです。結婚してちょっとお腹空いてから無理ですね。そう、新入りくんまだ挨拶済んでないです。今ね取り出してきたばっかりです。正直かわいい。バブちゃん、バブちゃんかわいい。なんか11期みんなで6人で行くってなって、カチューシャどうするって話になって、まあ C ならダッフィーフレンズができるよねみたいなあって、まあダッフィーフレンズやろうってなって、で誰がどれをするみたいなった時に、なんか6人満場一致で強化はオルメルやって言ってきたんですよ。マジ満場一致でした。だからまあ強化はオルメルをすることになって、でももう愛着湧きすぎて、うん、大好き。逆にもうオルメルしか可愛いって思わないぐらいオルメルが一番可愛いですね。ルシファーのカチューシャを作ってほしいんですけど、まだ無理か。ほら超可愛いかな、この口が可愛いね、オルメル。なんか今日かオルメルらしい。その理由やばいで。6人、じゃあ5人か。全員にねオルメルって言われました。かわいい。なんだこいつ、なあ君は何なんだ。可愛いな、似てんねん顔、普通に。似てんのよね顔が。可愛いでしょ。もう結構愛着湧きすぎてオルメルが一番好きってなっちゃった。なんかそう、なんでオルメルなんて聞いたら、なんかみんなと違うからみたいな言われました。やばない、
みんなと違うからオルメルって言われてるけど、やばいやろ。そう、ほんまにいいよ、分からなくて、そのちょっと本気でなんでですかって思ったら、みんなと違うから今日買ってみんなと違うんみたいな、めっちゃおもろかったマジで、焦った。結構な言われようでした。その真相結構知りたいけど、みんなと違うからオルメルらしい、とりあえず個性鬼強め。え、ほんまに？ガチ？強化は水色だからジェラトーニかなと思ってたんですよね。だけどオルメルでしたマジおもろない。もうこんなに可愛いのにオルメル、可愛いこいつ。あ、あとねこの子ね、音楽が好きらしい。その性格見てたら、そのダッフィーフレンズのこの子は音楽が好きならしい。だから、あ、強化だって思いました。かわいい、なんか陽気だからみたいな、まあ、確かにそうか、人と違くて陽気で音楽が好きで、で、まあ、強化でしかないかってなりましたね。見た目だけで言うとめっちゃ単純に考えて、青系やからジェラトーニかなって思ってたんですけど、違いましたね。めっちゃ適当に考えたらジェラトーニな気がしてた。超可愛いでしょ。しかもこの子めっちゃ使い勝手良くて、甲羅がでかいからめっちゃ入るんですよ、このポーチの中。なんかカバンちっちゃかったから、ここにメイク直し全部入って、リップとパウダーとか目薬とかめっちゃ便利でした。これぐらい広いです。だから結構おすすめ。そしたらまあ中に入れてあげたらお腹もポッコリになってね、可愛い赤ちゃんになるから便利です。これいろんなの欲しい。なんかみんなのやつしおれてておもろかったおもろかった。かわいいのにね、君ね。こいつどう考えてもかわいいでしょ。なんなん、この子のかわいさ分かってくれへんねんな、みんな。お前一回持ってほしい、かわいいから。なし、愛着湧いちゃったもん。カメちゃん、かわいい。ダッフィーフレンズの中で一番かわいいまである。似てない。そのカバンめっちゃ使い勝手いいです。かわいい、わっしょいわっしょい。これ集めたいな、いろんな種類の。他誰がおるの。ほら見て、バンザイしたらこんなにかわいい。パタ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 、スイ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 。頭ツルツルだね君、頭がチューチューだね。スイ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 。結婚して無理ですよーと。お腹空いてるから、ほらもうこんなぺったんこなんですよ、なんか。だから無理ですと。これオルメルです。オルメル、強化がね、初めて C 行った時めっちゃちっちゃかったんですけど、自分のお小遣いとお兄ちゃんのお小遣いをなんか一緒に出して、なんかバッフィーとシェリーメイのぬいぐるみを買ったんですよ。多分初めてかな、あれが行った時。
めっちゃちっちゃかった気がする。その時はまだダッフィーとシリーメイしかおらんかったんですよ。なのにどこまでついていけてたかな。ジェラトーニやっけ、次出てきたの。ジェラトーニ、ジョナサンっぽい。ジョナサン、え、ジョナサンってカメおんの。え、てかダッフィーフレンズ、この子が一番新人じゃない。やっぱジェラトーニだ。え、リーナベルが一番最近。リーナベル、僕ほんまに知らなくて、ジェラトーニまではついていけてて、ステラル以降がほんまにわからんかったけど、もう覚えましたね。最初はダッフィー、シリーメイまでやったのに、いつの間にか増えて。てかね、このね、この子がかわいいの、リーナ。リーナ超かわいい。しかもリーナの性格が、あの、謎解きが好きなキツネみたいな説明が書いてあって、リーナやんってなった。もうリーナやん君。テディベア、猫、絵を描くことが好きな猫の女、猫の子。ジェラトーニかわいい。ステラルーくるみすぎん。めっちゃくるみじゃない。ハマり役。謎を解くのが好きな、大好きな。リーナやんマジでかわいいな。クッキーアン、最初リーナクッキーアンじゃないみたいな言ってたけど、でもね、謎解きならもうリーナベルでしかなかった。ミステラルーは、あ、まあ確かに紫やからか。いや、もうこれどっからどう見てもくるみやろ。なんかスラッとしてるもん、この子うらやましいよ。でもね、ダッフィーがちょっとね、誰もできなかったからかわいそう。ごめんね、ダッフィー。一番の目玉やのにさ。マジでかわいい、ダッフィー。どうしよう、こんなんだって可愛いに決まってるやんな。そんな C 行きたい、ほんまに C 行きたいですね。早く Believe 見たい。信じれば願いは叶うんだ。音楽が大好きな亀の子、お前が一番可愛いよ。マジでお前が一番可愛い。にゃんにゃんにゃん。そう、ワンピース超可愛かったでしょ。あのね、この日のために買いました。こう亀やからかな、なんかところどころなんかこういうのある、ハゲてる、なんか反りすぎたみたいなじゃない、あの坊主にしすぎたやつみたい。とここにもある、亀だからですかこれ。そう、みんなでね、白の服にしました。1万年間も閉じ込められていたから、もう体がガッチガチだわさーみたいな、あそこが好きです。どんな手段でもスルリスリ抜けてご機嫌あばよー。そう、反りすぎたみたいになってな、かわいいね。ここもここも反りすぎたみたいになってるね、君ね。ふえふえふえ、カメ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 、ふえふえ、ご機嫌あばよ。わからない人はビリーブ聞いてください。
今日がディズニー映画全然見たことないから見ないといけないんですよね。ビリーブかかっててもちょっとどれがどれの曲とかわからんし、セリフもどれかあんま分かってないみたいなところはあるんですけど、ね、なんだっけあれ、男の子のやつ、インマイサイドみたいなやつ、なんだっけあれ、リメンバーミー、そうリメンバーミーみたい、ね、僕ミュージシャンになるんだみたいな、お父さんはミュージシャンだったのよみたいな言ってて感動しそうだなって思ったので見たいなと思いました。見たことある人面白かったか言ってください。ミュージシャンになるみたいな、見たことはないですけどね。スルリンすり抜けて、それではまたごきげん、あばよアラジンはじゃあ VMAX も見たことない。今日かディズニー映画見たことあるの本気でトイストーリーぐらいな気がする。トイストーリーは大好き。5なんか始まるんでしょ、絶対に見に行くから。僕はミスターポテトヘッドとミセスポテトヘッドが大好き。でもラプンツェルも見たいな、次行く時までに絶対は見たいんですけど、見るかどのタイミングで見るかちょっと悩むねんな。ご機嫌アーバイヨーどんな手段でも。そう全然見たことないんだよね。4見たっけな。トイストーリー4見たかどうか覚えてないぐらいなんですけど、3にロッツォが出てくるやつ、ロッツォは悪い子だった確か、最終的にいい子やったっけ、多分悪かったよね、ずっと悪いやつやったよ。4ってフォーキー出てくるやつやんな、見たっけな全然覚えてないねんな。でも1、2が好きすぎてめっめっちゃ見てたわけ、 DVD 持ってたんだよね、なんか知らんけどお家にあってずっと見てました。アンディみたいな、アンディじゃない、悪ガキ出てくるやつ、悪ガキ、レックスも可愛いよね、ハムも可愛いよね、ピンクの悪いクマは3じゃない、ロッツォ目。やばい時間足りひんな、そんなんだってディズニーの映画見たいしさ、ハリーポッターも見たいねんな。ドゥンドゥンドゥルンドゥンタ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 ン、夏休みに映画行ったりして、あの時本当に穏やか、わかる、小学校の夏休みってなんであんなに穏やかやったんやろうね、どう思いますか。僕は知りません。そうですよね、ごめんなさい。かわいい、プニー本気でかわいい。ハリーポッター小説の映画を見たことない、マジでね映画見た方がいいですよ、正直ね映画は見た方がいいですねまあ、あと3分だ。今日も一日早かったですね。今日もお疲れ。よくわかんない一日だったけど。よく頑張りました、本当に。そうよね。明日も頑張りましょうね、みんな。今日は、
今日はいろいろありましたね、一日。インスタも投稿したということで、あ、そうだ、みんなあのトーク会と握手会来てくださいねという話でした。ご機嫌あばよー、僕ミュージシャンになるんだ。ということでランキング見ます。13位、ポンサク。ちょっと待って、見えへん感じ。ポンサク12位、ムライドラ11位、サミット10位、ダーイ9位、ドンドロ8位、ハル7位、アンドハロー6位、ウジ5位、ケータ4位、リニア3位、ウェモン2位、ピオリン1位、ヨシムネでした。ありがとうございました、本当ありがとう。ということで今日はバブルにね、あの貴重な歌動画とか送ってみたのでね、あのよろしくお願いします。本当に結婚して、ちょっともう昨日お腹空いたから無理でしょ、お腹空いちゃったな。じゃあバイバイ、みんなバイ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 、ピコピコ。インスタのいいねとコメントもよろしくお願いします。だしトーク会もよろしくお願いしますです。バイバイ、バブルも見てね。ソアリン、バイチュミー、かわいい。バイバイ、おやすみ、また明日。